こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。F2 戦闘機の後継機として開発されたのが新進と呼ばれる X2 実証機です。純国産機なので X2 新進のカラーリングはもちろん日の丸カラーの白と赤、なかなかかっこよいと評判で32回のテストフライトで計器類やレーダー、ステルス性など各部分のテストを繰り返しました。現在のところテストフライトは終了となり、同時に新進の役目も終了とされました。ではこの新進について隣の軍事大国中国の反応はどうだったのでしょう。中国に関する記事を見つけましたのでざっと紹介しますね。まずは日本が X2 新進を完成させた状況に警戒していると言われます。というのは日本単独で戦闘機を製造できる能力を持っているということと、ステルス機を完成させたという証拠となるからです。日本は防衛力でもアメリカに依存している状況ですが、軍事に関する工業力は新進を見てもやはり脅威となりうるのです。もちろん新進だけでなく P1 哨戒機などについて考えてもやはり脅威と考えられているようです。また新進はアメリカの戦闘機を上回る性能を見せたこともあったので、今後日本の軍事工業力をどう評価してすればいいのか理解に苦しむとも言われますし、 F3 戦闘機の動向も気になると考えているようです。だからこそ中国も今後もっともっと高性能な戦闘機を開発していく努力が必要になると推測されています。上記の記事でもお分かりのように中国は X2 新進実証機を作ったことで日本に脅威を感じているようです。しかし F3 戦闘機についてはまだ未定ということです。 F22 プラス F35 戦闘機の提案がアメリカのロッキード・マーティン社から日本側に打診がありましたが断っている状況です。現在は白紙状態ですが、イギリスのテンペスト計画にも日本は誘われているのです。戦闘機の操縦桿を握れなくても日本への様々な申し出は多くあるようですね。個人的には第6世代戦闘機として見た場合テンペストの方が優れているように感じます。今後登場する戦闘機は本体とそれを取り巻く部分、例えば付随するドローン戦闘機の自律制御が可能になってくると思われます。まるでガンダムのファンネルかドラグーンかと思ってしまいます。ファンの方ならご存知でしょうが、ファンネルとは初代ガンダムに登場した武器で、人間の脳波で機械を制御、操作しながらビーム砲で攻撃する小型兵器です。また、ドラグーンとは、ガンダムシートに登場した武器で、ファンネル同様、パイロットの脳波で制御コントロールし、敵を攻撃する兵器です。現在、F-35 ステルス戦闘機は、世界中で最も使用されている戦闘機ですが、高額なので、できればあまり実戦には使いたくない、損害を出したくないという機運が強いようです。その結果として F16 や F15 戦闘機に多くのミサイルを乗せて出撃させ、航続機で編隊を組み、高度レーダー搭載 F35 によって状況を把握することで編隊を組んでいる味方機にネットワークで指示を出すという戦術を使うことになってくると思われます。
要するに高額の F-35 をブレインとして使い、肉体労働は F-16 や F-15 にさせるという考えのようですね。将来的にはこの F-16 や F-15 戦闘機が無人の自律制御型に切り替わっていくと推測されます。自分で飛んで自分で帰ってくる。そして F-35 戦闘機からのミサイル発射命令に従うということも可能になるのですが、この場合の F-35 ステルス戦闘機は2機必要になるでしょう。 X-2 新進の戦闘機は前述した機能ぐらいは備えているはずですし、今のままでも戦闘機として使用できると思われます。新進という優れた戦闘機を作れるのだという自負が日本には誇りとなるでしょう。今後の新進の試験飛行が繰り返される可能性もありますし、当然ながらまだまだ改良の余地も当然あると考えられます。技術力についても現在も進化しつつある状況ですから、何回もテストフライトを繰り返してもいいでしょうし、IHI のジェットエンジンも何度テストしても何ら問題はないと思われます。日本は F-35 を大量購入する予定ですが、ストブル機短距離離陸垂直着陸機を開発できるかどうかについては護衛艦いずもとの連携も重要になります。 F-3 計画については閣議決定状態ですから、護衛艦いずもに艦載できるような戦闘機を開発した方が良いのではないかと考えます。短距離離着陸機の製造には F-3 の開発費としては安いと感じる部分があるのですが、その他の付属するミサイルやミーティアなど本体と別の部分でも開発が進んでいます。言うまでもなく中国が黙っているはずはなく、開発を進めているのかは不明ですが、空母や潜水艦、戦闘機など相手の方が数では上回っています。しかし肝心なのは質の部分でしょう。中国が質をどうやって向上させるか一番の課題となっていると推測されます。それと逆に日本は秘密裏に先へ先へと進んでいる状況なのです。X-2 新進の後現れる戦闘機はこれくらいはこなしてくれる。実際今のままでも戦闘機として使用できるだろう。新進を作れるという自信が日本には誇りとなる。 F-35 を大量購入する日本だが、ストブル機を開発できるか、護衛艦伊豆元の連携も大事になる。この部分はF-35B が担うことで、将来純国産のストブル機を見てみたい。 F-3 計画は閣議決定なのだから、護衛艦いずもに艦載できるような戦闘機を開発してみてはどうでしょう。中国も開発しているのかわからないが、空母や潜水艦、戦闘機など数では上回る傾向にあるが、問題は質の部分。質をどう向上させるか問題だろう。極秘に日本は先へと進んでいる状況だ。